では行きます。いただいていいですか。中和できなくてそのままちょっと残ってしまいますので、いかにそのの時にあっても日頃から避難の訓練やその備えをしていた人たちは、幸いなことに命が助かったという人たちもたくさんいらっしゃいました。何かあった時にどうするのかということを日頃から考えておくことがこれからも必要になってくると思っています。